いやー皆さん、マウント&ブレード2バナーロードブレイド画へようこそやろう。遊牧民プレイ続きをやっていきたいと思います。前回はですね、モンチュク将軍と共にタコール城を包囲しているところで終わったんですが、録画し忘れてました。タコール城はもう攻略してしまったんですよ。で、バルノバ・ボルも攻略しまして、バルノバ・ボルを奪還しに来た、シュタルジアの部隊と現在戦闘中ですね。で、そのうちの誰かが、多分、このネレツ・フォーリーの調査の貴族みたいなんでね、今から話、かけたいんだけど、もうこうなると話しかけるとかはダメなのかな。戦うか。捕虜になれば話しかけましょう。誰なんだろうね。メリディールさんかな。メリディールさん以外は貴族っぽくないよね。山賊に見える。やろう。で、今回の動画もですね、アイテム整理以外は極力カットしない方向でね、やっていきたいと思います。録画し忘れありましたけどね。この丘いいな。まあいいや、ここで。で、旧兵はここに置いとこうか。なんであいつあんな前に行っちゃったんだ。早すぎるだろう。いや、死ぬでしょ。まあ、足並み揃えた方がいいから、これ絶対数の攻めあるから、まあ、一緒に行くしかないかな。あれ、モッド導入したんですよ。わかりますか？ちょっと変わったの。カメラがですね、若干左にずれました。これ微妙なモッドですけどね。微妙だけどこっちの方が臨場感ありますよね。剣なんかでね、片手剣なんかで自分の右側にいる敵に対して切りかかるときなんかは結構雰囲気のある絵が撮れるかなと思って入れたんですよ。まあ弓ならあんまり意味ないんですけど。もともとチャージ下手くそでね。まあ、チャージは下手くそなんだけど、このカメラを入れることによって、その下手くそさ加減をエモさでごまかすみたいな、まあ、そういう意味合いでね、入れてみました。一応、後ろに回ったんでね、後ろから少しずつちまちま削っていきましょう。あ、後ろに相手がいようがね、我々は、ダメだ、これ味方撃ってしまう。引こう。美しいね。味方撃ちそうで撃てないな。馬詰まるからな、たまにこうやって。AI みたいな早打ちがやりたい。じゃあここでね、そのカメラモッドの実力を発揮しよう。こっちの方がかっこいいんじゃないか。そうでもないか。まあ、しばらくはこのカメラモッドを導入して実況していきます。やってしまった。
あっちのモッドも入れようかな、どうしようかな。戦場をリアルにするようなモッドを入れたいんですよね。旗モッドとかありますよね。ただ遊牧民で旗って合わなくないですか？どうですか？合うんだったら入れるんですけどね。帝国軍ロールプレイとかやるんだったら旗入れるんですけど、入れずにゴアモッドとか入れようかな。もう首が吹っ飛んだり血がたくさん出たりするようなモッド。あと廃山兵狩りなんで、あれこの音楽初めてですね。どれぐらい減った？我が軍は31人死んじゃいましたね。で、貴族のあのネレツ・フォーリーの調査ですね。シアラマスさんじゃないかな。なんかこれっぽいような気がすんな。もうシュタルジア強いね。めちゃくちゃ。復活しても困るから。もう死んでくれ。斬首。囚人を処刑するとあなたの評判に悪影響を与える。嘘。なぜ悪影響なの？囚人処刑するとあなたの評判に悪影響を与える。囚人の派閥クランとの関係が悪化する。この行動を元に戻すことはできない。囚人の派閥とクランとの関係が悪化するんですね。フーザイトとの関係が悪化するわけではないんですよね。いや、そこ見せてよ。妖芸なんだからそこ見せてよ。じゃあ、そうだ。タコール城だっけ。今攻略されそうになってるんですよね。あ、ダメだ、もう。ユニットがいないわ。負傷兵の数は今20か。またこの辺りで誰かが軍団結成してくれるんだったら、行ってもいいんだけどな。アセライはフーザイトに宣戦布告。もうやめてくれよ。あ、タコール城包囲はもう終わったんですね。じゃあ守り切ったんだな。どうしよう。じゃあカヌジャンさんに会いに行きましょう。カヌジャンさん、アーセライに行ったんだ。一旦ミナスティリスに帰りましょう。負け部ですね。タコール城まで落としたってことは、シュタルジアはもう飛び地になっちゃって、反対側か。で、シュタルジアとの戦争はもう終わったみたいですね。で、現在の敵はアーセライのみか。うん、これはね、いい感じの拡張の仕方してますよね。守りきれる土地だけを攻略していることになってますからね。処刑ってやっちゃってよかったんかな。捕虜売ってもね、売った捕虜がまた、なんかよくわからないうちに、戦場にいることよくあるんですよ。だから、もう全部斬首しちゃった方がいいんじゃないかな。そっちの方が楽なんじゃない？いや、そうしないとゲームが終わんないんじゃないかな。さあ、ミナスティリスまで来ましたね。モッドでね、なんか魔法のモッドとかあるみたいなんですよ。あと、オークとかゴブリンの。じゃあもうミドルアース。いけますよ。はよ、ミドルアースモッドが見たい。で、この辺りで適当にユニット雇いましょう。いないね。カヌージャンさんも行っちゃったわけなんだけど、さすがにこの人数だとね、全くもって戦えませんから。あとね、コメントでね、そろそろね、盗賊の隠れが行ってよ、みたいな。
これそうでしょ。馬族って書いてありますね。一体、セーブして行ってみよう。あったんで行ってみましょう。なんか順番変えた方がいいみたいに書いてありましたね。上の奴らだけが、行くと。いうことなんで、こんな感じじゃね。行ってみるか。あれ、なに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 、なんだなんだ、俺のコピーみたいのが前にいるぞ。何も見えん。馬族の頭目、てめえ。どこの誰かは知らねえが、お前さんのおかげで、手下がほとんどやられちまったぜ。クソが。どうだ、ここは一つ。一対一の勝負で蹴りをつけようじゃねえか。決闘だ。いいぞ。構わんぞ。お前6万5千の、弓の強さ思い知れ。やばい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 。ダメでしたね。ということでね、S 目に行きましょう。あとは、ヒムリかな。あ、じゃあ次。体力回復したらあっちの隠れ家行きましょう。なんだこれは。風材と槍騎兵ですね。もう隠れ家だらけだな。これ潰そうか。徹底的に。やばい。おかんが起きてしまった。おかんが起きたけど、実況は続けましょう。まだ全然撮ってませんからね。そろそろ行ってみます？ま、さっきと違うか。一緒だ。1対1はやめよう。だから我々数少なくね。あ、相手そっちか。相手数少なくない？これどうなんだろうね。一応引き連れられるんで仲間にしよう。どんだけいいの持ってんだ。ああ、でもそんなに強くないな。これは仲間にあげよう。ステップのリカーブ棒とどっちがいいんだろう。ステップの方がいいな。シンプルショート棒よりは、いいみたいだけど。行かれた弱大さんの長球よりはいいと思うんだよな。第一は避けながら、近所の、近所っていうか、その辺の、追いはぎの隠れ家をね、どんどん潰して回りましょう。一応セーブしとこうか。また捕まるの嫌だからね。まあ、捕まることないと思うんだよな。また相手から来るんでしょ、どうせ。相手から来たときは、もう立ち位置が逆になりますね。なぜか。もうだから錯覚したんだよな。仲間が強い。めちゃくちゃ。これでまたヘビーリカーブ棒が手に入るのであれば、これ何回も繰り返すとものすごい金策にならない。ならないんですね。そううまくはいかないと。そんなに美味しくないよね。
ぱ近隣住民との関係が上がることによって先ほど仲間にならなかったユニットが仲間になるとか、そういうやつだろうな、きっと。エスメ行ったんで、ウルンジャンあったな。俺ウルンジャンとはかなり友好関係高いですからね。あそこの隠れ家も行くか。見てくれ、このウルンジャンの貴族の数を。なんでこここんなにいるんだろうな。で、行こうかな。またセーブですね。まあ、どうせ負けませんよ。あれ、相手見えますね、あれ。っていうことは、なんだこれは。これは何？隠密ミッション的なやつかな。あ、気づいてない。あれ、味方槍持ってるよ。あ、弓持ってるよね。こういうミッションもあるんだな。あー、これ一番最初にやったチュートリアルと同じミッションだわ。あれ、気づいてんのかな？ダメだ、なんか左に逸れる。あ、ちまちまやっていきましょう。あいつ強いだろ？どんだけ硬いんだよ。運動性のスキルを得た。あの洞窟の中なんじゃないの？どっちだ？なんだなんだなんだ？あ、そっち？そっちだったのか。いや、絶対こっちだろ。あっち違うだろ。うわ、めちゃくちゃ雰囲気あるよ、これ。今回これサムネでいいんじゃない？なんてすごいゲームなんだ。これ RPG で、ダンジョン系の RPG ゲームもできそうですよね。なんだ、俺には見えないぞ。いた。あ、死んだ。ああ、ここ鉱山ですね、多分。こういうとこちゃんと AI 来れるかな？詰まっちゃったりしないか大丈夫か？うわ、すごい。もうめちゃくちゃスカイリブ思い出す。あれ、いるんじゃない？あれ。ゆっくり立ち上がりましたね。気づいてねえ。しかも狙えない位置にいるな。やばい、なんか詰まった。撃てない。お前も詰まったか。やばい、お前も詰まるよな。ここ詰まるんだよ。これアーリーアクセスですからね。他のゲーム実況者はみんなバージョン 1.2 とかやってるのに、僕まだバージョン 1.0.0 ですから。それでも、あ、すまん。それでもこんなに作り込んでるんですよ。います？見えます？あ、いましたね。
なんだ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 。あ、上にもいるわ。頭狙っちゃうぞ、お前の。よし。終わったな。やっぱりこうなるのか。結局こうなんのな。あとはお前の頼む。馬族の頭目が瞬殺されたぞ今。こういう時にね、コンパニオンが役に立ちますね。強いからね。普通のユニットよりは。一人死んじゃいましたね。重弓、騎兵かな。あ、風材と部族戦士ですね。まあ、部族戦士だったらすぐに、また仲間にできますから。じゃあ、捕虜は適当に撃っちゃいましょう。まあ、今回は、徹底的に隠れ家を潰して回るか。いや、アセラ行った方がいいな。もういい加減。ウルンジャもう一回寄ってみよう。さっきのイベントをこなした、あ、でも変わんない、変わんないか。でね、次、キラーズですね。キラーズ、カラカラと、で、俺の城に行こうかな。ユニットだいぶ増えたね。負傷兵が回復して、いい感じで元に戻ってきましたね。で、遊牧民はちょっとすればね、アップグレードで部族戦士になりますからね。で、部族戦士になれば、弓騎馬ですから。まあ、消し具ほどではないけど結構使えますよね。で、歩兵は弓だけもらおうかな。どうせ槍死ぬからね。もう雇うのはこれぐらいでいいかな。で、ここまで来たらコレニア城が近くなんで、一旦コレニア城行きましょう。コレニア城にある牢屋に、我々の捕虜を預けるとかできるかな。一時的にね、仲間にするまでの間、時間かかるからあそこでね、何やってんだろう、おいはぎは。力を行く多分違うだろうな。いっぱいお金あんな。どんどんアップグレードしてくれ。あと工房しかないからね、アップグレードするもんが。どうしよう。じゃあ、ついでに踊り社長も行きましょう。まだここはアップグレードするもんがいっぱいあるな。もう全部やっちゃいましょう。ねえ、お金もたくさん預けとこう。お金使わないからね。で、立ち去りましょう。フルナグさん、今、タヌーム城にいるみたいですね。で、ボンチュクさんが、シバルツムル城ですね。では、今回、シバルツムル城までやって終わりにしましょうか。シバルツムル城がそもそも間に合うかですけどね。やってない。早すぎましたね。ちょっと早かったな。タヌム城行くか。タヌム城行って終わりにしようかな。じゃ一旦セーブしよう。今日はここで終わりにしましょう。
勝てますね。あ、美しいな。よし、アーチャーここでいい。アーチャーここでいてくれ。あ、もうちょっと前がいいかな。あ、ダメだ。それだと。あー、どうすっかな。アーチャーここだな。で、インファントリーはアーチャー守っていてくれ。めちゃくちゃ綺麗なマップじゃないか。やばい、味方の馬で詰まってしまう。もう本当に面白いよねこのゲーム。で、後ろまで回ってきましたね。あの弓30削りに行くか。あ、ここに敵いるわ。これ廃山兵だよね。違うかな。あの、仲間にしたばかりの捕虜なんかは、なんか士気が低いみたいなんですよ。それだとちょっとね、ユニットが減ったぐらいですぐ敗走するって、何かに書いてありました。だからあの逃げてるユニットはそういうユニットなんでしょうね。正規軍とかではなくて民兵みたいな。ユニットなんじゃないかな。めっちゃ綺麗だな。まあ、あと廃山兵狩りで終わりみたいになってきましたね。あ、これサムネですね、これ。俺が前向いとけば、もうちょっといいもんになったんだろうけど。いやー、すごいゲームだよな。これ、4年くらい遊べそうですよ。じゃあ、今日はここで終わりにしましょう。イラタールさん、名称イラタールさん。イラタールさんって、あれ、あ、アクラム将軍か、あの、固めの人は。似てるよね。で、どっちも強いっていう。あ、58まで雇えるんで全部、引き連れるか。で、遊牧民は全部部族戦士にアップグレードしましょう。アイテムは全部もらいましょう。で、これから頼む城行くかなと思ったら、気が変わったみたいですね。あ、モンチュク将軍がね、シバルツムル城に行くみたいなんでね。まあ、次回はね、シバルツムル城をまず攻略したいと思います。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。さよなら、バイバイ。